森岡の桜が全国で咲き誇る全日本バレーボール高校選手権春高バレーは4日東京体育館で開幕する女子の森岡誠王岩手は同日全国高校総体8強の鹿児島女と対戦柿の木結衣首相3年が1年生の多いチームを引っ張り家族や村田はじめはじめ 監督、36、に、勝利、での恩返しを誓った。氷山女大月、福島、OG で、V リーグ2部、V2、女子のリガーレ仙台、佐藤玲奈、23、は高校時代を振り返るとともに、5大会ぶりの初戦突破を狙う後輩にエールを送った。偉大へ連続ストレート負けの森岡誠桜が、 三度目の正直を果たす。一年から主力の柿の木は引退の寂しさはある。三年間長いなと思ったけど、本当にあっという間だった。残りの期間を大事にしたい、と最善の準備を誓った。雫石中三年の二十年はコロナ禍で全中が中止になり、悔しさを糧に岩手の強豪校に進学。 三大エブリとなる初戦突破の原動力になる。エースとして新チームを託され、首相となったが、自ら立候補したわけではなかった。遠征などで得点を決められず、あまりチームを引っ張る感じではなかった。責任を持ってチームを引っ張るように、ということで、キャプテンになった、と就任の行きさつを明かし、村田監督は、もう一つ。 二つからを破ってもらいたい。先輩がいた時はおんぶに抱っこという感じだったが、最終学年でいろいろな責任を持った時に、選手として変わって欲しかった、と意図を説明した。不安はあったが、先輩に背中を押された。母歳さんは森岡女時代に首相を務め、県大会優勝を経験。首相就任を伝えた時、 覚悟を決めた。やるしかない、と。最初はダメ出しされたけど、自分がキャプテンになったから、自分のチームだよ、と言われた。しっかり責任を持とうと思った。新体制で臨んだ5月の県総体で優勝。6年ぶりの全国高校総体出場に導き、自信もついた。最後の大会にかける3年生は8人。 いつも応援してくれる家族が見守る中、未だ果たしていない一生をつかみに行く。3年間やってきたことを大会を通して見てもらっているので、全部出し切りたい。自分がチームを引っ張って勝つ姿を見せたい。笑顔の桜をオレンジコートに咲かせる。氷山女大漬けは東北六県で最も遅く行われた福島予選を制し、 8大会連続25度目の出場。佐藤が1年次の17年から優勝しており、連覇を途切らせず、春高に出場していることは自分も誇らしい。後輩が気持ちを前面に出してやっている結果だと思うので、すごい、が率直な思い、と後輩の活躍を喜んだ。佐藤は福島市出身。春高予選が同市内の体育館で行われ、 中学時代に先輩のプレーや競技に対する姿勢を見て、自分もやりたい、と同行進学を決意した。留学後はレベルの高さを感じ、やっていけるのか不安があったというが、先輩方はすごく優しくて、自主練習をしたい、と言うと付き合ってくれた。佐藤弘明、監督は経験豊富な方なので、先輩と監督に必死についていった。 と振り返った。濃厚な3年間で忘れられない言葉がある。2年の冬、左膝前十字人体、人体を断裂し、半年以上のリハビリ生活を送った。チームは県新人準優勝、全国高校総体出場も逃した。怪我のため、練習で何もできない自分に対し、佐藤監督から継続だけが力なり、 という言葉をかけられたという。継続だけが自分の力になる。その言葉を頭に入れてリハビリを頑張った。負けたら引退の同予選で復帰。優勝の瞬間は、頑張ったことが報われた、と涙が溢れた。年明けの全国大会は初戦を突破したものの、下北沢聖徳、東京、二敗戦。三年生にとっては最後。 どうしても勝ちたい思いもあり、怪我からの復帰もあって初戦突破はすごく嬉しかった。同校は福島の女王として長く君臨するが、春校では4大会連続初戦敗退中。オレンジコートは高校生にとって特別な舞台。かつ、だけにこだわらず、今まで自分たちがやってきたプレーを出せれば、おのずと勝利は見えてくる。と、後輩にエールを送った。 相沢光子。